ウエスタンアームズボブチャウスペシャルバージョン 1.5 ヴィンテージエディションを紹介します。対象年齢18歳以上用のガスブローバックタイプのエアソフトガンです。本体価格は 49,000円です。全長は 219mm です。重量は約 900g です。マガジンの装弾数は21発です。インナーバレルの重心長は 114mm です。 6.03mm の固定ホップアップシステムバレルを搭載しています。スライドとフレームはカーボンブラックヘビーウェイト樹脂製です。ブラスト&ポリッシュヴィンテージ仕上げになっています。スライドとフレームのガタつきはこの程度です。持った感じはかなり重量感がありますね。マガジンを抜いても重量バランスはあまり変わらなくリアルですね。私のような世代の人には忘れられない一丁ですよね。表面の仕上げもね、どう見ても金属なんですけど、これでヘビーウェイト樹脂ですし、重量感も本物みたいな重さがあってね、すごくリアルでいいと思います。重厚部分からインナーバレルが見えます。各部のパーツはメルトダウン加工されており、リアルな雰囲気を醸し出しています。フロントサイト、リアサイトは上下左右の調整が可能です。サイトを通してみるとこのように見えます。スライド上部はこのようになっています。右側には特徴であるベルトクリップが再現されています。左側にはベースとなるナショナルマッチを示す刻印が見えます。チェンバーカバーには 45ACP およびチャウの刻印が見えます。パーティングラインも処理されています。トリガーガード前にはステッピング加工が施されています。トリガーはロングタイプで縦に溝が入っており、トリガーストップも内蔵しています。左右のグリップにはコルトのメダリオンが入っています。グリップは木製で木目が綺麗です。グリップはベルトクリップ用の板が入っているので少し厚くなっています。また前面にもステッピング加工が施されています。スプリングハウジングはストレートタイプでステッピング加工が施されています。握った感じはガバメントなので細く握りやすいと思います。安全装置はグリップセーフティーおよびサムセーフティーがあります。グリップセーフティーは延長されており、ハイグリップしやすくなっています。ハンマーも角が落とされています。またファイアリングピンも再現されています。安全装置については右側左側に装備されています。右側がわずかに幅広になっています。これで安全状態、これで発射可能になります。軽い力で操作できます。グリップセーフティーについてはこちらの部分を押し込まないと発射できないようになっています。マガジンチェンジについてはこちらのマガジンキャッチボタンを押してマガジンを取り出します。マガジンキャッチボタンが押しやすいようにグリップは削られています。ガスと弾を入れます。 BB 弾はフォロワーを押し下げてリッポの部分からこのようにして入れることができます。あるいは別のローダーを使うことでこんな感じで BB 弾を入れることもできます。ガスを入れるにはこの板を下げます。ガスを入れようとしたら注入口までの長さが長いので、このようなタイプのものだと入らないので延長してみました。ガスの注入がうまくいかなかったので同じシリーズのマガジンを使用して撃ちます。ではボブチャを撃ちます。マガジンを入れてスライドを引きます。おお、いいですね。結構反動もあって楽しめると思います。ボブチャウの初速を計測します。 0.2g の弾を使います。マガジンの表面温度は 22.8 度です。ボブチャブでスティールチャレンジのラウンドアバウトを打ちます。スティールチャレンジは5枚の的を打つ速さを競う競技です。
このラウンドアバウトっていうステージではこの的を最後に打ちます。このね、フロントとリアサイドの関係がね、スピードシューティングにはちょうどいい感じでね、見やすくて良かったですね。グリップも細くて握りやすいですし、こういったスピードシューティングする場合にはね、この辺の周りが競技用のカスタムっぽいので、とても使いやすいんじゃないかなと思います。ボブチャウで10から40メートルを打ちます。なかなかいいんじゃないですかね。ボブチャウカスタム、いいですね。懐かしい感じとね、まあ、この仕上げはもとより重量感もあって良かったですね。それとは別に実車性能がね、
結構いいですよね。重い球を使うとはいえ40メートルでもね結構当たりますし、スピードシューティングでもねなんか手にしっくりくる感じがしてね、すごく使いやすかったですね。まあ、弱点といえばたまたまかもしれないですけど、ちょっとこのマガジンが調子悪くてね使えなくて他のマガジンを使いました。あとこれノズルが長いやつじゃないとね入れれないので、ちょっとそこら辺がね、マイナスといえばマイナスかもしれないですね。ということで、以前にもね、まあ、これに似たようなウエストアームズさんのねカスタムガンのレビューですとか、以前にこのガンの多分オーナーであるイチロー中田さんとのね動画とかもあるので、よかったらね下の説明欄の方からご覧いただければと思います。またこの動画がいいなと思ったらいいねボタンを押していただいたりですとか、リツイート、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。というわけで、皆様がエアガンを選ぶ時の参考の一つになれば嬉しく思います。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。